はいどうも、メンヘラおじさんです。まあ夜寝る前にですね、一本動画撮ろうと思ってます。今、コメントでですね、何したらいいですかっていうことを結構聞いてるんですけども、企業や、芸能人を切るっていうのどうですかっていう話だったので、それについてのコメントも兼ねてですね、喋ろうと思ってます。で、個人的にはですね、企業を切るっていうのは、興味があるんですね。特に今、リストラと、あと、ブラック企業、とか、そういうところには興味があるので、アンテナ張ってますと。で、不景気 .com っていうのはね、昔から見てて、そういう、言うたら、債務整理のところであったり、破産であったり、ボーナスなくします、言うたら、株主の配当ないです、債務超過です、とかっていうような話は、もうしょっちゅう見てるんです。で、そこについて思うところっていうのを、喋っていければな、というふうに思ってます。で、芸能人に関しては、ちょっと枠が広いっていうので、私、グラドルのなんか、不倫とかっていうのは、全く切れそうにないので、熊田曜子さんについてどう思いますかっていうコメントもあったんですけども、正直ね、なんか真相がわからんというか、後からどこどこ出てくるので、なんかその場その場で一応切ったとしても、なんか後から情報出てきて、あれ違ったなみたいになったりもするし、そこまでね、興味を持てないんですね。っていうようなところで、やるなら企業案件というか、企業に関することに関しては、自分もやりたいと思ってますし、株をやってるので、で、特にまた、7月のボーナスが、近いんでね、株の選定してるんですよ。そういうところからね、企業に関することは、いろいろやっていきたいなと思ってるんで、それについて一本動画撮ろうと思ってます。で、近畿日本ツーリストの債務超過の猶予期間入り銘柄に指定っていうのがね、これ6月16なんで先週かなですと。で、ざっくり言うと、2023年の3月31日までに、ざっくり100億円の債務超過あるんですけども、それが解消できなかったら上場廃止ですというところです。社会的信用が落ちると、倒産するかは分かんないですけど、とりあえず上場廃止で、倒産っていう形になるのかなっていうところだと思います。ただ、それすると今度、近鉄が、多分、主要株主になってると思うんで、そこ大丈夫かなとか、あるいは、鉄道事業ですよね。そういう観光を、言うたら、になってる金釣りがですね、潰れるとなると、本当に、なんていうんですかね、路線、をどうするかとかっていう話もなってくるかと思うんですよね。あと、観光地近くの、例えば、賢島の、言うたら、ゴルフ場とか、そういうところも含めて、伊勢のスペイン村とかですか、ああいうところの経営とか、もろもろ含めてですね、いろいろ、やばくなってくる。やばくなってくるってことは、近鉄の株が下がるので、言うたら三重なんかはね、実は JR よりも近鉄が生命線みたいなところがあるんで、株価が下がったら、それを、おっさんは買おうかなと思ってますけどね。株数に応じては、なんていうんですか、タダ券もらえるんですよね。タダ券がもらえるんで、なんかそれもいいかなと。いうふうには見てますけど、さ、株主目線では見てますけども、今の株主からしたらたまったもんじゃないですよねっていうところと、金釣り自体も、上場しているので、そんな状況であれば、債務超過云々のところは希望が持てないとね、なかなか買いも買いもできないから、もう下がるだけっていう可能性もあるんで、ちょっと厳しいかなと思ってます。で、株に関してはそんな感じで思ってます。で、事業としては、JTB とか、HIS もそうですけども、やっぱコロナ禍で、パッケージツアーっていうのがそもそも売れない。で、団体旅行もできない。多分、金釣りの、ドル箱って言ったら、でも修学旅行とかね、そういうところも大きかったと思うんですよね。あんな確実に、言うたら数百人単位で、オーダー取れるんで。で、そういうところもなくなって、ってなってくると、で、個人のお客さんも最近自分でできるようになってきましたよね。なので、なんていうんですかね、ちょっと離れていってるのかな、というところ
でございます。一部の、なんか盛り上げが上手な人とかいるじゃないですか。なんか、なんとかさんが組むパッケージツアーやっていきたい。日本旅行かな？よく、大学時代とか昼の番組で、その、なんとかさんが、天井にやって、もう、ひたすら笑かすんですよね。だから、その人に案内してもらった穴場スポットとかに行きたいみたいな。そういう個人にお客がついている場合は、やっていけると思うんですけど、まあ、そういう人は大体役職についているか、今、まあ、大事にされてなかったらもう一人でやって、お客さんが、つく状態であればやりゃいいっていうところがあるんで、なんでしょうかね。そういう人は生き残るんですけども、単純に、なんですかね、事務作業というか、発注だけやってるっていう人は、もうリストラされるんじゃないかなと思ってます。現に私の知り合いもリストラされてますし、リストラして、関連会社が中にまあ行って、ちょっと働いて、っていうようなことをやってると。いうこと聞いてますし、どんどんまあそういうところにニーズがなくなってくるんだろうなと思ってます。で一方で、そうやって力がある人、まあ力がある個人ですよね。自分でだから人を楽しませることができるとか、穴場スポット知ってて、その動線が引ける人とかっていうのは個人でタクシーとか手配しながらですね、やっていけるような時代になっていくので、まあ、で、あと個人が強ければですね、多分その旅行界隈のインフルエンサーみたいな感じで、企業案件も受けながらですね、まあ、やれば多分自分一人と、まあ、あと数人雇ってっていうぐらいは多分やっていけそうな気がするんで、なんかそういう感じになりそうやなというふうには見てますね。そういう、なんていうんですかね、大手がパッケージ組んで、ここに100人、200人入れたろうみたいなやり方は、もうちょっと、前時代的というか、まあ、バブル的なイメージがありますね。まあ、かといって、中学校とか小学校やったら所得格差があって、旅行に行きたくても行けない子っていうのも多分いるっていうのを聞いたことがあるんで、そういう意味では、言うたら修学旅行自体はなくならないけれども、言うたら大人向けのパッケージプランとか、あるいはシニア、なんかは多分所得も違うし、ライフスタイルも全然違うんで、そういうパッケージツアー的なものは、なんていうんですか、何百人単位で組むっていうのはもうちょっと違うのかなというふうには思ってますけどね。なので、まあ、これから債務超過になって、これ立ち直らせるのはきついなと思ってますし、まあ、多分リストラが加速するんだろうなと思ってます。もうこれはもう、なんだろう、言い悪いじゃなくて多分そう流れになると。で、じゃあどうやって、中の人は生き残るかっていうと、やっぱりまあ個人の力で、まあだからそういう意味では YouTube で、発信するのも多分一つでしょうし、インスタとかでこう美味しいものを撮ってですね、だからこういう感じで一日回ってましたみたいな、なんかそういう、言うたら20代女子を掴むための、20代女子社員。がちょっとやってみるとか、まあ、最近やったら TikTok やってる会社もありますよね。なんか田舎とか私の地元がそうなんですけども、鳥羽のなんかホテルが TikTok やりだして、結構それがバズって、で、周りの漁港の人たち巻き込んでやってるとか、だからまあ観光業は観光業で頑張ってるけども、そういうコンダクターもコンダクターで、なんかこう、自分たちで何か発信できるような状態にならないと、言うたらまあ会社自体に頼るっていうのがものすごい危ない状態になっているので、で、まあ、個人的にその航空業界、観光業界で働いてた女の子たちが結構キャバクラにいるっていうのは私も知ってるんで、もう私遊んでるキャバ嬢何人かそんな感じなんですよね。で、英語ペラペラの子もいるんで、いやそういう意味で、まあ、別にそこに、言い悪いはないと思うんですよ。キャバに行くことに対し言い悪いもないし、なんていうんですかね、まあ、休業中はこっちでちょっと稼いで、で、まだ戻るっていうこともできると思うんですけども、まあ、個人的には、やっぱ自分の力つけて何かするっていうことを意識しながら、牙を磨くというか、そういうことを考えないといかんような時代になってくるんじゃないかなっていうのは、まあ、前々から言ってますし、そのために、まあ、いろいろ発信してるんですけども、まあ、底辺 YouTuber としても、そういうふうに思うというところでございます。以上です。